祭の日が参りました。大変素晴らしい天気の中で、難波小学校並びに正岡小学校の坊ちゃん、嬢ちゃんと一緒に田植えをさせていただくことを嬉しく思います。この田植えで使われます稲は、農業試験場で開発しました。昔は姫彦50号と言ってましたが、今は愛の夢という素晴らしい名前をつけて、この愛の夢は今年の、愛媛県内の学校給食で使われるお米の8割は愛の夢で供給するということになっておりますので、で皆さん方は自分で植えた、稲から生育したお米を多分食べる確率が高いと思います。農家の方々の苦労を若い人たちが知っていただいて、本当に食べ物っていうのはどんなに時間がかかって苦労をしながら生産されていくのか、よく勉強するいい機会になると思いますし、この機会に愛媛の農業を元気にする一大イベントとして今日のお田植え祭を立派に成功させたいと思っております。地引き聞きますと、お田植え祭とかお田植え祭りというのは神社が持っている田んぼ、いわゆる神殿というところで、祝いの豊作を祈って行われる行事のようですけれども、ここは神社の田んぼじゃありませんが、農業関係者にとっては農業試験場は、神社のような存在ですので、お田植え祭という名前を使っても怒られることはないと思います。今日一日皆さんと一緒に楽しい日を過ごしましょう。ありがとうございました。昔だったら仕方はないよ。つまり、何しようねんって怒られたから。